こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ダークセレナード前に行きそうです。ライトブロー、それに続いています。さらにはイッツオールグリークトゥーミー、13番イエローリープ、その後ろ東海帝王、後ろからになりそうです。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から先手を取ったのはライトブロー、その外からダークセレナード、内からはブレイクエリート、並んで6番イッツオールグリークトゥーミー、タイトスポット、この馬もこのグループ、すぐ隣にマニックトップ、その横にイエローリープ、アイシーアベニュー、そのうちに続いています。その隣にアルーリングメーカー、その横にリーピングチャーリー、その外にトロピカルオフ、マッハディレクター、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはダークセレナード、さあ先頭は依然として14番ダークセレナード、イッツオールグリークトゥーミー、ほとんど差がありません。ライトブロー3番手、東海帝王、これはかなり後ろからの競馬です。先頭はイッツオールグリークトゥーミー、イッツオールグリークトゥーミー、先頭2番手はファイトスポット、懸命に追いすがります。東海帝王頑張る、あと 200m、 イッツオールグリークトゥーミー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。東海帝王、東海帝王、もう一伸び、東海帝王1着、東海帝王1着、2着にはどうやらイッツオールグリークトゥーミー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。東海帝王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マダムビグラス、好スタート、綺麗なスタートを切りました。シャダイード前に行きそうです。マダムビグラス、それに続いています。さらにはウィンドピアリス、7番クリスマスグローリー、その後ろ、それでは先頭から先手を取ったのはマダムビグラス、それでは先頭から先手を取ったのはマダムビグラス、その外にミスティコ、黄色の帽子、クリスマスグローリー、その後ろ好位置をキープしています。ダイタクヘリオス、その外からベスト K ポイント、ピンクの帽子、シャダイード、その後ろ、その隣にダイナマイトウィッシュ、その横にウィンドピアリス、その外からレッドフォード、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭は依然として1番マダムビグラス、クリスマスブローリー、ほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってダイタクヘリオス、ダイタクヘリオス先頭、2番手はミスティコ、追いすがる、やはりダイタクヘリオス先頭だ。残り 200m、 ダイタクヘリオス先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はミスティコ、ダイタクヘリオス今ゴールイン、段違いの強さです。ダイタクヘリオス1着、2着はミスティコ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイタクヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はレーシングアンナ、レーシングアンナ先頭、2番手はノーブルマリー、追いすがります。さあアドラーブル一気に来た、残り 200m、 先頭はジューンフライト、レーシングアンナ必死に追いすがります。ジューンフライト厳しいか、アドラーブル差し切った、アドラーブルもう一伸び、アドラーブルゴールイン、アドラーブル1着、2着は微妙です。アドラーブル見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはビルフォードスルー、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 ビルフォードスルー先頭だ。残り 100m、 ビルフォードスルー先頭。レッツゴーターキン、レッツゴーターキン、もう一伸び、レッツゴーターキン、レッツゴーターキン。1着、2着にはどうやら藤山健山、レッツゴーターキン、見事な勝利です。